龍二を今頃どうしているのか考えてみると、彼と出会ってからの2年間で会おうと思っても会えない状況は初めてかもしれない。一緒にいる時はそれが当たり前で、彼の存在をことさら意識もしなかったが、引き離されると妙に心もとない。アンダーワールドを取り巻く問題を全て解決し、彼のフラクトライトを現実世界に移行させることができたら、アスナやリーファ、クラインたちに紹介するんだ。俺の剣技を受け継いだ一番弟子にして親友なんだと。その瞬間が待ち遠しくてたまらない。何をニヤニヤしているのですか？いや、ちょっと今後のことなどあれこれ考えて。それであのような緩んだ笑い方ができるのは、よほどの楽天家か、よほどの愚か者のどちらかですね。この石棚からの脱出さえおぼつかない状況だというのに。壁登りの方は月が昇れば再開できると思う。ハーケン、あ、じゃない、鎖さえ作れれば特に難しい作業じゃないしな。得意げに言っていますが、鎖はゴースを変形させるだけ。月光の空間新勢力さえあれば誰にでもできます。この壁登りで最も重要なのは、私たちの命綱ともなっているこの鎖です。ま、わかっているよ。君のコテと高度な物質変換術のおかげで鎖が作れたことには感謝しているってば。物質変換術ではなく形状変化術です。どちらにせよ君の新生術には助けられたよ。さすがセルカが尊敬するお姉さんというところ。お前今何と言いました？君には妹がいる、そう言ったんだ。私に妹？話すよ。君が受け入れるかどうかは分からないけど、俺が事実と信じることの全てを。話しなさい。ただしお前の言葉が私をたばかるものだと判断したら、その時点で切り捨てます。構わないよ。俺を切るという判断が真に君自身の心から出たものならな。なぜそんなことを言うかというと、君の中には君以外の人間に与えられた、しかしそうとは意識がない命令が存在するからだ。聖号騎士の責務のことを言っているのですか？その通り。君の最初の記憶は、アドミニストレーターが君に向かって、あなたは天から使わされた神の騎士なのですとか何とか話しかける場面だろう。それは聖号騎士は地上に使わされた時点でステイシア神によって天界の記憶を封じられるからと。いつかダークテリトリーの邪悪な者どもを打ち滅ぼし、騎士の責務を全うしたその時には再び神の国に迎えられ、私の両親や兄弟たちのことを全て思い出せると最高司祭様はおっしゃって。アドミニストレーターの言ったことはほんの一部だけ正しい。確かに君は記憶を封じられている。だがそれをしたのはステイシア神じゃなく最高司祭当人だ。そして封じられているのは天界の記憶じゃなくて、君がこの人の世界で人の子として生まれ育ったという記憶なんだ。ありえません。最高司祭様が私たちの記憶をもてあそぶような真似をなさるはずが。しているんだ。なぜなら君たちには自分たちが連行した罪人たちに関する記憶の一切が存在しないからだ。罪人？そうだ。君は俺と相棒を中堅学院から飛竜で連行した。さすがにそれは覚えているだろう。忘れるはずがありません。私が罪人連行の任務を命じられたのはお前たちが初めてですから。でも聖号騎士ディソルバート新世室セブンは君のことを覚えていなかったぞ。8年前、自分の手で北部辺境のルーリットの村から連行した幼いアリスのことをな。ルーリットの村、それが私の本当の故郷。デュソルバート殿が私をそこから罪人として連行した。つまり私がかつて禁忌を犯したと
お前はそう言っているのですか？君の本当の名前はアリス・ツーベルクだ。果ての山脈にほど近いルーリットという村で生まれ育った。俺の相棒と同い年だから今年で19歳になるはずだ。君が教会に連行されたのは8年前、つまり事件は11歳の時に起きた。君はユージオと2人で果ての山脈を貫く洞窟を探検に行って、洞窟を抜けた先にある人海とダークテリトリーとの境界線からほんの少し外に出てしまったんだ。つまり君が犯した禁忌はダークテリトリーへの侵入。何を盗んだわけでも誰を傷つけたわけでもない。いや、むしろ君はあの時死にかけた暗黒騎士を助けようとして。ん？待てよ、俺はユージオからアリスの話をそんなに詳しく聞いていたのだったか。アリス・ツーベルク、それが私の名前。ルーリット、果ての山脈、思い出せない、何も。君のお父さんはルーリットの村長で、名前はガスフト・ツーベルク。残念ながらお母さんの名前は知らないけど、さっき言った通り妹が一人いる。セルカって名前で、今もルーリットの教会で修道女見習いをしているはずだ。お姉さん思いのいい子だった。教会に連行された君のことをずっと気にかけていた。セルカ、セルカ、思い出せない、顔も声も。でもこの名前を呼ぶのは初めてじゃない。私の口が、喉が、心が覚えている。アリス、何度も呼んだ。毎日、毎晩。セルカ、セルカ。本当なのね、私に家族が。父と母と、そして血を分けた妹が、この夜空の下のどこかに。アリス、取り乱してしまいすみません。いや、落ち着いたか。まだお前の言うことを全て信じたわけではありません。しかし私はお前と話したいことがいくつかあります。この世界について、最高司祭様について。ああ、俺もだよ。一つお前に頼みがあります。それは？この体に本来のアリスの人格を復元する前に、私をルーリットの村に連れて行ってくれませんか？そして物陰からほんの一目だけでいい、セルカの妹の姿を、そして家族の姿を見せてほしいのです。それだけ叶えられれば私は満足です。ああ、約束する。誓うよ、記憶を復元する前に必ずルーリットに連れて行く。絶対ですよ。わかりました。それでは、人海とそこに暮らす人々を守るため、私アリス・シンセシス・サーティはたった今より聖号騎士の使命を捨て。どうした？右目が焼けるようです。それに何か文字が見える。これはユージオと同じ。
アリス、何も考えるな。頭を空っぽにするんだ。君に起きている現象は多分教会に逆らおうとすると発動する心理障壁みたいなものだ。右目に痛みを発生させて無条件の復讐を誘導しているんだ。そのまま考え続けると目玉が吹っ飛ぶぞ。ひどい。こんな記憶だけでなく意識すらも誰かに操られるなんて。これを、この赤い神聖文字を私の目に焼き付けたのは最高司祭様なのですか。いや違う。と思え、この世界を作り外側から観察している存在、創世記には登場しない神たちの一人がしたことだ。神、私たち聖号騎士が神の作りたもうた世界を守るため無限の日々を戦い続けても神は信じてくださらないのですか。私から家族も妹の思い出を奪い、その上このような封印すら施して復讐を強要するなんて。私は人形ではない。確かに私は作られた存在かもしれない。でも私にも意志はあるのです。私はこの世界を、世界に暮らす人々を守りたい。家族を守りたい。それが私の果たすべき唯一の使命です。アリス、キリト、私をしっかり押さえていて。アドミニストレーター、そして名を持たぬ神よ、私は私のなすべきことをなすためにあなたと戦います。ここは私どう、この鎖は。キリト、お前まさか私を背負ってここまで。やだお前、汗びっしょりじゃないですか。私の服にシミが。早く離れなさい。ひどい。右目の封印が解け、気を失ったアリスを背負って俺は95階まで塔の外壁を登り続けた。そしてさっきようやく95階に到達し、行政の暴漏から塔の中に戻れたというわけだ。あの、なんだよアリス。先ほどはその少々言い過ぎました。なあ、さっき目覚めてすぐ離れろって言ったことか。あれは目覚めた瞬間、あまりにもお前が汗びっしょりだったのでつい。それにあんなに密着されることも初めてで戸惑いました。もしかして騎士様が塩らしくお礼でも言ってくれるのか。礼節を欠いた振る舞いは騎士として恥ずべきものですし、ともかくお前の労をねぎらいます。ありがとうございました。いいよ。そんなことより目は大丈夫か。俺の神聖術じゃ治してやれなくてごめんな。いいえ、今はこの手当てだけで十分です。後で私の神聖術で治します。失われた目を復元するに足る量の酵素を生成するには現状では空間神聖力が不足しすぎています。
ソルスが登るまでは不可能でしょうね。なら何かこういう鮮度のオブジェじゃなくて持ち物を新勢力に変換すれば、あ、それこそその鎧とか鬼物新勢力を還元する術はそれ自体に少なからぬ新勢力を必要とするのです。学院で習ったでしょうに。痛みはまだ残っていますし、右側の視界も少し制限されますが、どちらも戦えないほどの問題ではありません。しばらくはこのままで構いません。それにもう少し感じていたいのです。私が長年信じてきた氷教会と戦うことを決意した証であるこの痛みを。分かった。もし戦闘になったら右側は俺が守るよ。そういえばあの友情というお前の仲間はまだここまで上がってきてはいないようですね。どうして？なぜならこの95階がカセドラルの外部に放り出された私たちが再び内部に戻りうる唯一の場所だからです。それは見ればわかることですし、つまりもし先に到達していれば彼はお前をここで待っているはずでしょう。なるほど、それもそうだな。念のため彼の居場所を探してみたらどうです？そうだな。システムコール、ジェネレートアンブラエレメント、アドヒアポゼッション、オブジェクト ID WLSS703、 ディスチャージ。青バラの剣の固有 ID をサーチした。何事も覚えておくもんだな。下だ。そのようですね。じゃあ悪いけど急ぐぞ。さっきの暗訴術の感じだと友情がいるのは結構下の階みたいだからな。私が先に立ちましょう。道をよく知っていますから。と言っても階段をただ降りるだけですが。そうだアリス、少し聞きたいことがあるんだけど。何でしょう？確か氷協会の上部には聖豪騎士団の他に元老と呼ばれる連中がいるはずだったけど、こんな高いところまで到達してもそいつらを一人も見かけないのはどういうことだ？実のところ私たち聖豪騎士にすら元老たちの全容については知らされていないのです。96階から上には元老院という区画が存在すると聞いていますが、騎士の立ち入りは制限されていますし。へえ。そもそも元老っていう連中の仕事は何なの？禁忌目録です。人界に暮らす全ての民が禁忌目録を遵守していることの確認と監視、それが元老の仕事です。そして禁忌に触れる者が出現した時は聖豪騎士を派遣して事態の収拾に当たらせる。2日前私が北セントリア修験学院にお前とユージを捕らえるために赴いたのも元老院から指令が発せられたからです。なるほどな。それってつまり元老院は最高司祭の仕事を代行してるってことか。でも用心深いアドミンストレーターがよくそんな高い権限を与えたもんだな。それとも元老たちも聖豪騎士と同じように記憶を制御されてるのか？記憶の話はやめてください。今度は左目が痛くなったりしたら困ります。ごめん。でももう大丈夫だと思うよ。友情も一度封印を打ち破ってから特に何も起きなかったし。だといいのですが。まさか。大丈夫か？問題ありません。行くぞ。